火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では。変わろう。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から上岳の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の父上岳の崖を登りて穂村堤し岩尾を見いずる。刃で穂村ふらるれば、穂村は鋼包めども、おのがみはこともなし。暗示出したるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふ民に恐るるなかれと解き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技を継ぎ、対馬の民をなで斬りに。されど噂の聞こゆるは上岳山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。めっそうもない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで光栄死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。できた。火はないのか。早く体を温めねば。このままでは凍える。凍えてる。
はないのか。寒すぎる。このままでは凍える。さあ木のそばへ来てください。助かった。お主は無事か。心は擦り切れましたかね。険しい山であるからな。頂には何を望むのだ。答え、権力、何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そうであろう。あなたなら登りきれそうだ。どうかお達者で。凍えてきた。火はないのか。焚き火があった。ついてくれ。少し休もう。頂に着いた者はどれほどおるのだろうか。凍えてきた。早く体を温めねば。このままでは凍える。あの焚き火までたどり着ければ。早くつけ。少し休もう。寒いな。かじかんできた。火はないのか。火曜の地に道場。よくぞいらした。おつらかったでしょう。酒井仁だ。
よもやここに人がおるとは。頂きに着いたのはあなたが初。ホムラの剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすればホムラの剣を伝授いたしましょう。あやつと剣を交えれば技を得得できる。ホムラの剣を侮ってはなりません。さあ、その石を太刀に打ちつけてください。立ちなさい。炎に身を捧げるのだ。そう、お嬢さん。さて、ここまでといたしましょう。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。よくぞご無事で。命を落としかけたが、ホムラの剣得得したぞ。火は操れるものではありません。何とぞ陰陽を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。